10秒前 ?10 秒いや,あいや、今来たよー <laughs> DJ マシャワールド今日デレかかってるな、いいなよし、えー、平成28年7月8日金曜日、えー、放送第39回、こんばんは DJ マシャです えー、皆様いかがお過ごしでしょうか今週も DJ マシャワールド元気に始めていきたいと思いますいやー危なかったお風呂にだった今日 <laughs> い,い, <laughs> いやいやそんな感じなんでねでお今日も大慌てなんですけど、はい、<laughs> えっとね今週もねちょっと気になった出来事なんですけどね先週誕生会をしてもらいましたいやーなんかねいいですね大人になった誕生会ね番組バッターにしてもらったんですけどいやー嬉しかったですねなかなかね あ,あいうことないいいですもんね <laughs> はい、いやうれしかったわー、本当にね、ねもうこれ以上思いつかんけど <laughs>、はい、もうれしかったです、もうなんて言っていいか分かんのかな、本当になかなかないですね、大人だったサプライズってね。うーん <laughs> 続いてですね、えー、っとねその次の日ですかね、あのーまあそののまそリスナーの友達を集めてですね、名護のえー、っとこの河原に行ってですね、あのー ビーチじゃなくて、えー、バーベキューしてきました。で、そこで星を見たりとかしたんですけどね、いやー、いいですね、星、なかなかね、ゆっくりこう星を眺めるということはね、最近してないんですけど、ちょっと落ち着いて星を見る時間を <laughs> 作ってみるのもいいかなと思いました。はい、そんな感じで、今週も DJ マッシュワールド、よろしくお願いしたいと思いますすそれででではは今日もコーナーナの紹介ですではいきます。 いつものメールお題は題して「オーライメールセンター本日のテーマはお金が100万円あったらどうするか」です <laughs> そうですね、うん、僕だったらあの。<laughs> ああしてこうしてと思うんですけど、多分これね、性格が出ると思いますね、ちょっとこう1億とかね、そういう金額にしなかったので、ちょっと現実のところで、皆さんがどういうふうな感じでね、魅力くるのか、読むのが楽しみです。はい続きまして、期間限定、お試し企画、それでは今日も行きます。ね、なんでやってるのかね、よくわからないんですけど、川柳にしようかなと思ったんですけどね。 うんまあちょっとねクオリティが低いんですけどねちょっとまあやってみましょうね <laughs> まともにうまくいった試しがないんですよねあーそして続きましておーらいしにうっさうっさハッピーバースデー,、えー誕生日の方いたらメールかツイキャスで教えてくださいツイキャス見逃すかもしれないね <laughs> メールがいいかも <laughs> はいでそしてですねえー、っと 本日ゲストはおりません。あ、本当に止まっちゃったよ。止まっちゃったわよ。ごめ、止め。びっくりした。びっくりしたか。いやいや、あの今日はね、本来はね、一人でやった方がいいって言われてるんですけどね。 そうなんですね。なんか寂しいな、大丈夫とか言わんでください、ね。これがデフォルトです。はい。そんな感じでね、始めていきたいと思います。じゃメールアドレスはもう大丈夫かな <laughs> そんな感じで <laughs>。はい。この番組はですね、えー、応援番組です。皆様、応援してください。あと、私も皆さん応援したいと思います。それでは、これ、今日曲ありそう。えー、いきますね。じゃあ、この番組の提供は バイクの格安バッテリー販売調教保証やってますの2ォ4ステーション最近占い始めました誰か占ってほしい人はいないのかい <laughs> の DC 電話社の提供でお送りしますそれではここで一曲お届けしますブームで星のラブレターあなったちょっと聞きよっかんないかいこれいい声大丈夫、うん、めっちゃ熱いんだけど やっ俺だけ、うん、白い俺だけか。白いなえー、っとマニアアが、スイキャスイキャスイキャス、間に合い上がりましたよ。<laughs> オープニング言わしてたん危ねえよ。危ねえ危ねえ。オープニング言うしかないよね。よ誰かが一回言わしても面白いかもしれない。一回言わしても面白いかもしれないけど、ね。わざと送れてわざと送てたよね。 はい、あ、今日もいきなりのコンティニューコイン、ありがとうございます。はーい、ありがとうございます。はんちゃん。オーライ、今日はまるまるまるなホテルから見てる。これ、ラブ、ラブリーなホテルかな。違うか。違うかな。はっちゃん、遅れてませんよ。はい、大丈夫です。はい、ユミさん、今日もありがとう。はい、ディスカスさん、ありがとうございます。ひふみさん、間に合い、やがりましたね。はい、間に合い、やがりました。<laughs> すみませんね。はい。はい、ちろさん、いつもありがとうございます。 今日はね、ひふみさん、今日ギリギリでったね。はちみつ一家さん、あどうもありがとうございますはい。はい、アルファウィングケインさん、オーライ、グッド、エブ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 ,エブイブニングイブニングね、イブニングい危ないよ、はいはいはい、いやいや、<laughs> 危なかったよ、もう、ハンちゃんね、またもこれずにやります、あのコーナーをね、はい、シロさん、ものまねねね、終わる終わる詐欺です、これ。<laughs> またやるんか、みたいな、ね。はい いい意味で期待を裏切りたいですね。うん、えー、シグナさん、えー、マサさんこんばんは。A.K.B. ファンさん、沖縄市のラーメン店で今ご飯食べてますよ。A.K. あ A.K.B. ファンさんで今一緒なのか。うん、A.K.B. ファンさん。来るっこっち来るって。うん、あ<ー>あ。あナウピンドにも顔がしてたらしい。ああ。リウアラお風呂場の声がする。なんかエコーかかったねお風呂場。<laughs> なんでかな ?D と <laughs> か,かかったらなんでかなまあまあ大丈夫か。はい、白帽ニーヤさんありがとうございます。はい、バナナ店長ありがとうございます。で誰がわ<の>かんない,分かんないよ。よび寄ったかねえっと、姉・花ホテルだあお <laughs> あ,<の> <laughs> あんちゃん。 建物大丈夫なんですかねすか <laughs> そっかそっかなるほどね <laughs>、えー、シーブンタイムね、今日はエンドあ終わりある11時からあん、もう<あ>来てそっか、<度> <laughs> そういうからはい、入った、それでは <laughs> <laughs> で早いんじゃないですたから、初めてで何も準備してないからなるほど、なるほど <laughs> <laughs> ちょっっと待って、メールが多かな、これやるなきだろう、せこせこっちじゃそろそろメールいいかな、じゃんはいってまたぶたかってよ <laughs> まだ<と>だ <laughs>、はい。 ブーブー星のラブレーターですね。もう一回、もう一回なるのかなと思った。この歌好きなんですよ。本当に最後まで鳴らしたかったんだけど。はい、そんな感じですけどね。メールがめちゃめちゃ来てます。やばい。えメールがめちゃくちゃ来てます。<laughs> どうしよう <laughs>。やばい。メールがめちゃくちゃ来てますね。今日。あら。やばい。やばいよ。メールがねめっちゃ来てますね。いやー、どうしようかな。シーブンタイムもない。どうしよう。 ピンチですね。今日メール超高速で読みます。はい、じゃあ行きますよ。メールのコーナー行きます。今日のテーマ何やった？100万円やったらどうするかっていうね、えー、テーマですけど、えー、ひろきさんはどうしますか？使いますね。貯 <laughs> 金っていうことは出てきませんでした。<laughs> ちょっと安心しましたね。はい、じゃあ、それでは進めていきたいと思います。えー、マッシュさん、皆さん入ったい？ 100万円あったら沖縄へ1ヶ月滞在ですね。おお、そうですか。ライブに、お笑い、その他いろいろとしっかり遊び回りたいですね。でも、中身がお子様でお酒飲もうないから予算が半額で進むのかも。そしたら、もう1ヶ月延長で、かっこ笑い、ではではということですね。はい、ゆーさん、ありがとうございます。あそうですね、沖縄がすごい好きっていうのがね、あのー、伝わってきますよね。そうあなんか 前髪ピューピューって書いてますね。たまちゃん <laughs> 俺、俺じゃないの俺かまあいいや。えっ、ー、とですね、<laughs> ちょっと次、今日すみちゃったんだけど、はいゆみさん、沖縄が好きなんですね。ああ、素晴らしい。行きたいな、沖縄。あ、オ沖縄だ。オロキ住んでた。そっかそっか、名古屋行きたいな。そっかそっか、ないもんねだりですもんね、人間ね。はーい。<laughs> そっかそっか、またメールしてください。ありがとうございます。 次いきますねマチャザエモンさんおつーっと来てますねさあ誰でしょうかラジオネーム名古屋のからとダンサーズですあの沖縄6時間滞在って言う方ですかね沖縄リューティーライブでき6時間6時間,6時間ダンサーじゃないえっとあの味噌煮込みスキンさんの 当たってるよ <laughs> <laughs>、ね。6時間滞在ですね、すごいかっこいいですねお、男気感じますよね。はい、<laughs> 今夜テーマ、100万円あったらですが、バイクが欲しいですね、おバイクですか、どんなバイクかなと言ってもちょっと大きめがいいですね、一度でいいので、鈴木のハヤブサって、ドカーンというか、そこを味わいたいな、行動ではできないですが、最速300キロってどんな感じなんでしょうね。マチャ マチャやンもバイク好きでしたよね。はやぶさに乗ったことありましたかということでね。ありがとうございます。ダンサーズさん。いやー、マサはね、でっかいバイク大好きなんですけどね。はやぶさはね、やっぱりの買いたいバイクですね。夢のバイクで。でかいですよね。はやぶさね。うん。なんですかね。最初300キロ出たバイクって、いうなんかね、有名だったんですけど。 そうなんですよね300キロ出すときってねあのタイヤもしっかりやっとかんとねそうなんですよねあと、この着る服とかねえやっぱ注意しとかんとねすごい世界ですよ、300キロは <laughs> はい200キロ250キロ超えた辺たりぐらいからねちょっと世界変わってきますねその250キロ以上が <laughs> また別世界ですねはいいいんじゃないですか、サーキットでね。うーん うわーいはやぶさ頑張って買いたいと思います。はい。あ免許持ってるのかな大型免許。うん。いいですね。はい。今週日曜日ツ,ーツーリングあるって噂を聞いたんですけどね。行こっかな。<laughs> なんて思っております。次行きますね。<laughs> 行こうか、どうしようかな。もし。 100万円あったら来ますね。マシャさん、ギノワンスタッフの皆さん、こんばんは大ん。大阪のおっさん、シロです。もしも100万円があったら、考えません。即、沖縄へ go。ファーストクラスあったかな ?FM ギノワンまでタクシー、デューティーラジオを聞いて、たけいちゃん、ひがちゃんとで、えー、ホテルで行こか <laughs>。 昼食会夜はマシャワールド聞いて、えー、晩は乱舞女性陣もさせてマシャさんと那覇の G7 へゴー朝まで騒ごうお金取れるかなってきてますねあ完全にこう燃え尽きるって感じですねあーそっかー素晴らしいですね そこ、ひそひそ話、なんか気になりますね。三木さんがひそひそ話が気になるところなんですけど。そうですね、100万円ね。ファーストクラス。完全にあの使い切るタイプですね。しのさん、<laughs> 豪快ですね。<laughs> ああ、なるほどですね。そっかそっか。なんか今日金のバッグったばっかり流れてなりましたな。どっから探してくるか分からんけど。はい、そんな感じですね。 はあ面白いですね。100万円ってとこいいですよね。なくなるかなくならんかっていうところでね、100万円にしてみましたけど、1億だったらもうなんか土地買うとか、なんかこう、みんなすごいことやりそうなんですけど、ちょっとまあ、それも割たいいかもしれませんけどね、100万円っていうところがちょっとあれです、ね。はい。ありがとうございます。次いきますね。えー、っとね、すごいですね、これ。えーっと <laughs> はい、DJ 松田さん、はじめまして、クレイジー中村です。あ、ツイキャスで最近、あの、お目にかかりますね。<laughs> さっき僕と会いませんでした。<laughs> クレイジー中村さん。はい。お金が100万円あったらどうするかって、まずは辻戦、ね、<laughs> で、辻戦何するのかな辻は何をするとこですかねお風,お風呂があるんですね。<laughs> そっか、ユーフルランドですかね。はい。えー、その後、松山行って、そして辻、また3軒行って、 そんなに続いていいところなんですかねいいところです,いいなんですか男性陣からいいところていう話です、ね、お伺いしましたけど、はいね、知らないふりをしています、僕は。<laughs> はい、翌日、前歯直す。って感じでどうでしょうってことでね、前歯がない写真が送られてきてますけどこれ、これ本人ですかね <laughs> そっか、前歯重要ですよね。前歯って保険が効く前歯効く前歯に横が効かん効かないところありましたよね。 裏の歯前歯の裏前歯の裏前歯裏ってどういう虫歯あ <laughs> <laughs> かけたりとかあそっかそっかクレイジー中村さんすごいですねうーん辻いくていいですね辻おろめいいっか、<laughs> 辻何があるんでしょうかはい次いきますねすいません <laughs> p が入りましたねはい皆さんこんばんは吉影の息子ですありがとうございます、えー、さて 今日のテーマお金が100万円あったらどうするか。僕だったら短期間でもいいから海外に英語留学して集中的に英語の勉強したいです。どうするのかな、英語の勉強して。で、英語をパチナイ勉強してゆくゆくは金髪のお姉様とお話ししてみたいですと。英語を話せるとまた、えっと、なんだこれ <laughs>、また、えっと、世界も広がって、 ると思って100万円あったら短期の語学留学したいなーってことですね。はい、ありがとうございます。英語ですね。僕もね喋りたいとも思って3冊本があるんですけどね、全然進んでないですね。なんかみんなあれですよね。英語喋りたいなと思ってるけどなかなかあの実行できないですよね。なんかこうシーンみたいな <laughs> 英語ね。 はい、その金髪のお姉さんって言うんですよね。うん、そっか、これ、どこに留学ですかね、アメリカとか。辻辻, <laughs> 辻で英語使ったら便利ですかね。わ <laughs> かりました。<laughs> はい。ひふみさんから素晴らしいお答えいただきました。<laughs> 次行きたいと思います。<laughs> そっかさ、さ語学留学ね、できたら僕もしてみたいね。うん、そういう環境だったらねあの、覚える速度も速いかもしれません。 あと1件いけるかな。ともう時間ないか。ーえー、っとね、これなんだこれ。<laughs> オーライ、マシャちゃん、今日からシーブなくなるからメールしたぜ。<laughs> オら、ラヒーフーミーだぜ。<laughs> ごっくんちょうって書いてないね。<laughs> して100万円あったら、牛乳屋もメールぽいぽいもやめて、ちっちゃくても犬キのスナックやるぜ。 そして、そこから成り上がって自分の城を築くぜ <laughs>。以上、アラフィフおっさんのえー、と繊細な夢なのだーって言ってますね。なんかね、ヒーフミーさんね、やったらね、うまくいきそうな気がする <laughs>。悔しいけど <laughs>、うまくい、CM だよ、CM。勇気があればいけるかなって感じますね。<laughs> いけそうな気がするけどね。はーい。じゃあ、CM。

DJ マシャハルドをお届けしております,りますさて今日はゲストが終わりません今日ですねあのちょっと前からやってみたかったんですけどんなんか交通帳を読んだり天気を読んでみたいと思います <laughs> じゃこれや <laughs> さあこれはどこを読めばいいんですかこの辺この辺読めばいいな <laughs> 今日はねスカッチャンが横に来てますね ちょっと座っててちょちょっと座っててごめん。スカッチャーはね無理やり読みました。さあ今日はですね、えー、全く無計画なちょっと企画なんですよね。えー、仕事してる <laughs> 仕事をさせてください。<laughs> ごめんね今日ね無理やり読んでてね。大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあ、えー、今日はですね、えー、沖縄の明日の天気いきましょうかね。明日の天気。はい。明日の天気いきますね。これどこに出てるのこれ。ここあ明日の天気あ今日今日8日。 よくかそうか。<laughs> <laughs> さ, <laughs> さあそれでは、えー、沖縄県明日の天気を、えー、読んでみたいと思います。明日九日ですね。えー、南の風やや強く曇り時々雨ところにより夕方夕方まで雷をまで雷を伴うっねこれ読みにくいなこれ <laughs> 波四メートルうねり,うねり を伴うってて書いてますねこれちょっと海洋がおかしいよね。で、で、で、これ読めばいいの, <laughs> こ,のわけかこれ読めばいいのここあここの辺読めばいいのでね、あなんですけど、9日は沖縄本島地方と先島諸島では湿った空気や、えー、台風第1号の影響,影響により曇りや雨でところにより雷を伴うでしょう。大東地方では 太平洋気,気圧に高気圧に <laughs> <laughs> 覆われて晴れでところによりにわか雨か雷雨がある見込みですということですね <laughs> そしてえ八重山地方では9日にかけてえなんとまたは南の風が強く吹く見込みです陸上海上ともに強風に注意してくださいでここも読むのだいたいこれマウスがさ逆なんだよねスクロール、はい、マ,ックなんマック逆なのはい そうなのマーク逆なのか次いきますねえこっち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 なんか早見みたいになってるね <laughs> 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 今いない人の名もて <laughs>、えー、八重山地方や大東地方では9日昼前まで沖縄本島地方では9日夕方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風急な強い雨に注意してください 八重山地方では竜巻など激しい突風にも十分注意が必要です。こ,これでいいの？こんな感じ。ね、もういいかなこれこれで。<laughs> <laughs> えーと一応明日、まあちょっと自分なりに読んでいい？はい、まあ明日一応沖縄本島地方、先島地方ではちょっとなんか明日幸運が予想されるんだよね。ですね。はい、で熱中症の危険性もあるということで。はいえー まあ水をたくさん飲んでくれということで、はい。いやーあ、次、った次入った、はい次,はい、じゃあ次新聞読めてきましたね。<laughs> 新聞読めて。うんとこれ、どこ読んだの赤いところはいます。それでは今日の歴史、いきたいと思います。<laughs> これ、難しいな。えー、これ、修行のコーナーですね、今ね。修行のコーナーですね。はいいきますね。沖縄県ね、ね今日の歴史、読みたいと思います。 真面目にに読むかなたまには。本気で。米軍や1960年代に沖縄の米軍北部訓練所にベトナム戦争で使用された猛毒の大イオを含む枯れ葉剤を散布作業に携わっていた元米兵が前立腺がんの後遺症を認定されたことが8日までに <laughs> つらいなこれえ米 <laughs> 読めない。<laughs> これ <laughs> えー、米軍米軍,米軍,駅軍人賞の <laughs> ドリフが鳴ったね <laughs> えー、これ早見の気持ちよう分かってきたわ旦那公式文書で明らかに米軍が沖縄に枯れ端材を貯蔵していたことの指摘はあったが、えー、文書で認定されたのは初めて。 ええ、ということでね、やりましたけどね。いや、やっぱり、この大予期しやばいですよね。やばい。いや、いや、いや、怖いわ。で、次いきますね。うん。次は。あ、入って、あ、今入って。今入って、はい。ええ。あともう漢字が読めないから、もういいか。次の記事はもらえるかな。怖い。怖い。怖いわ。じゃ、あ交通情報行きましょうかね。 道路交通情報をうん、うんえ。あ、こっちこっち交通情報きますね。えっ、ー、と、じゃあ、どこ読めばいいかなえっと、大体、えー、大体、いいこの感じでいけばいいのかなそうですね。あのー、今、まさにね、まあ、バックグラウンドミュージックが流れてる気分ですね。はい。た<ら>とこの場合は。はい、この場合、いきますよね。はい、えー、これ、なんか何十五線とかないの大体、だいたい1回でーオあ、OK ですね。はい。じゃあ、いきますね。はい。えー、58号線ン。次のは行いきましょうね。 五十八号線。えー、っとね。十五十八号線ね。えー、空いてます。ギノワン。ええ、大蛇な。十字路から、前原向け。すいてます。ギノワン。こっちなんだったっけ。英語通りじゃなくて。まえヒルズ通り。ヒルズ通りね。ギノワン。ヒルズ通り。はい、いてます。 <laughs> 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 ちょっと待ってくださいね。えー、ちょっとわかりやすく言いましょうね。混んでるところはないです。<laughs> さあ、<laughs> そんな感じです、ね。はい。はい、で、ただですね。はい。えー、一般道58号線、うん、南行き、うん、えー、浦添市ましましきから那覇。うん 那覇市牧港までの間、うん、松山前の間ですね、うん、えー、施設工事のため、うん、あの一車線規制中となっておりますうんうん、うん、それが僕言いたかったんですよはい。れれれこ,れ <laughs> この緑色何かなと思って、はい、すごく気になってましたありがとうございますやっぱ夜は空いてますね、はい、交通情報いらんな夜はそうですね <laughs> これですか <laughs> すいませんさあ、それではですね、えー、次のコーナー行きたいと思いますあのあれもうまだあるの新聞時間ないじゃないもうん。 いけるじゃあ新聞やっ個いこうかなめっちゃ長いやんこれ <laughs> <laughs> わざとやろこれ <laughs> これいじめのコーナーやで <laughs> これどうしたらいいこれ <laughs> ちょっとはしょってえなこれ <laughs> 俺あの朝の新聞見たんですよ <laughs> モーニングメイトの,あのお姉さんたちが読んでる新聞、はい、ここのスタッフが丁寧にこう分けられてて、はい、わあ読みやすいなとここれ全部読むん <laughs> だこれ無理やで <laughs> じゃあここちょっとかっこよく見ましょうね、はい、えこれ金庫 したえもうすでに読めんしやばい俺早めの気持ちよう分かってきた俺えこれ何て言うほら使っちゃうよ、はいえー、これですか、うんはい、この場合はですね、うん、米国って言うんですけど、ね、え違うよこっちやこっちやでまあいいやじゃあまあ米国は読みますはいいきますよ、えー、米国で昔から食されている有名菓子がある 甘いクリーム入りの,のスポンジケーキで80年以上前に発売され家庭では定番の味だそうだ米テレビ局 ABC が先日こんなニュースを報じたメイン高校の授業で食品添加物の実験としてこの菓子をガラスケースで保存することにしただがなかなか腐らず実験を始めた教員は退職した代々引き継がれ今年40年を迎えた今なお原型をとどめているという ゾッとする話だ。これは怖いですね。金剛木節ですね <laughs> あ。俺もそう言おうと思った。今なんか聞いたでしょ。ここから。はい。あのいね、<laughs> そうだこれ。金剛木節だ。美味しいんですか。これはですね。調べてきます <laughs>、はい。食い物じゃないですね。<laughs> いやこれはでも恐ろしいじないですかね。要はアメリカで作られているスポンジケーキが今もうプラスチックに残ってたという。 おことですよねで結局、これは何が言ったかというと、まあ、加工食品ということで、インスタント食品、ファーストなど、フードなどは、まあ、便利って書いてますけど、まあ、むやみに過剰接するのは避けたいということを、えー、書いてますね。結構、保存される持、持つんですね、結構。そうですね、まあはい、どこの何とは言わないんですけど、はい、まあなんか。 あの虫も食わなかったというお話を聞いたことがありまして、あそうななんんでですすよよね、まあ、いや今日苦しい空気がとても流れていますけどね、はい <laughs> そ、そんな感じなんですけど、はい、そっかそっか、これはこの記事はひふみさんが僕にそういうメッセージを伝えたかったということで、これを。というそれでは次のコーナーいきたいと思います。<laughs> <laughs> ありがとうございます。大変助かりました。じゃあそれでは、えー、次のコーナー行きたいと思います。あのあの曲あるかなあ,<ー>あのあの曲鳴らせる。<laughs> あのゆきちゃんのホワ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 とか言ってんのある？探せる？あれ <laughs> 流せる？あれ人の番組流しちゃダメかな？<laughs> <laughs> なかったりあの俺が自分で言う。<laughs> 人生いろいろあるけれどみんなで解決していこう。 みんなで解決したら答えられないこともない人生相談コーナー,ドドドドドーンさあ、えー、これは、えー、またあの人の番組を勝手にパクるというね、えー、ヤフー知恵袋が拾ってきて勝手に解決するというコーナーです。<laughs> さあ、ひろきさん、お願いします。<laughs> えー、いきますね。ラジオネーム特命さん、えーでね、なんだこれ、飲み会でパートナーが。 自分の友達と隠れてキスをしていました <laughs>。これは黒かしら <laughs>。これは <laughs>、こ,<れは笑>これはいかんですね。これ、これ誰だこれ <laughs>。飲み会でパートナーが自分の友達と隠れてキスをしました <laughs>。あー、これ黒か。これ隠れてこれど、えっと、これイメージ、チューしてるよ <laughs>。 <laughs> これどうすればいいんですかこれ <laughs> <laughs> か微妙にまた絵がうまいのこ絵がう <laughs> まあ、上手いね誰が描いちゃったんですかね<笑><笑>これはどうしたらいいですかねこれ追加キャスいこうはいページから移動しないマックは逆なんだねこれ貸してあの文章文章は え友達が、ちょっと待ってこっち落ちた <laughs>。飲み会でパートナーが自分の友達と隠れてキスをしました。これは黒かして <laughs> 黒おわし。黒だろこれ <laughs>、はい。これヤフー知恵袋ですか？ヤフー知恵袋？これは司さんどうですか？これですか？うん。 あのー、世の中にはですね、うん、とても恐ろしいゲームがある、あるじゃないですか。<laughs> あのー、飲み会になると、大体やる王様ゲームという逆らえない恐ろしいゲームがあるじゃないですか。これの可能性もなきにしもあらず、ね。いや、これ隠れてキスしたって書いてあるで、これ。隠れてがどういう隠れてるって。隠れてなかったらいいのかな。例えば、知らないうちに、でも隠れてと思,、うん、思えるじゃないですか。<laughs> あのパートナーが同席してない状態でも隠れて,てれ。<laughs> なるほどね。 隠れてってっいうね <laughs>、はい、これ、リスカさん、適当にコーナー作って自爆してるとか言って,書いてますね <laughs>。これねあのあの、お願いしたんですよ。あそうなんですか、うん、これ、あの探しておいてっ時間なかったんで、はい。昨日の夜中も探したんですけど、はい、なんかあの変なのしかなくて、なるほどひふみさん、2人で大阪間ゲームって。 <laughs> これ、あかんやろ、これ <laughs>。なるほど、2人で王様ゲームというパターンもありますね。<laughs> これはちょっと、これ黒ですね。はいはい、黒ね黒か白白大丈夫ってこと、ねね、かかこれ、だめですね。<laughs> これ、だめでしょ <laughs>。<laughs> じゃあ、これは、次。次、次、なんかない,いか。これ、黒か白かって言われたら、もう相談にもなるこれ、だめですって、もう注意しか言えないもう、次からこんなことしないでね、みたいな。 こらだめだよって、これ、注意するしかないですね、なるほど、黒、なんか思いつきますか、なんかこれ、グレーという判断はないですか、ねうん、これ、あのー、ツイキャスの反応も薄いですね、今日あは過去最低記録ですね、今。<laughs> 判定みんな黒で終わりですもん。これ怒られた終わりですもんね。黒ということで白は逆にどう考えられますかね大多数で王様ゲームでどうしても逆らえなかったパターンだったりとかこれ王様ゲームって書いてないですからね隠れてって書いてあるけど悪質ですこれ。飲んだ勢いでも覚えていない状態これ悪質ですこれどっちも。これも反省ですもんこれ。 元骨、元骨、元骨。はい。あえます、あえまるしかないこれも。あそこのパートナーが結婚されてるかどうかにもよるんじゃないですか。ああ。あ、フリーだったのかどうか。フリーあのそのまだご結婚してるのかしていない。これパートナーって書いてるからもうダメだもこれ。これ赤赤これダメですね。これダメですね。はい。はい。なかありますか次。女のの人 切実な相談が来ました <laughs> はい何でしょうかえー、これ男性陣に質問ですけどはい女性の運転がすごい下手くそだとはいどうしたらいいかどうしたらいいかとうういうことでねなるほど <laughs> これどっか浮きの番組や <laughs> おい昨日聞いてたや <laughs> ちょっと面白かったな、はい、<laughs> なるほど 運転が下手くそだったと、はい、運転下手くそだったらどう思いますあのこれ、私の意見なんですけど、うん、あの女性が一概に皆さん、運転が下手くそとはちょっと限らないので、あそ,そうなんだけど、はいね、下手くそな女性だったという、ここは運転変わりますよって言って、変わりますね。うんうん、これあ、あれですかね、こ基本的に女性に運転させるかどうかっていうのもあるんだけど、はいうん、これ、場合によりますよね、まあ、僕、基本的に女性に運転させないんですよ。 しょうがないときだけ運転させますけど、基本、何が何かない限りでは僕が運転してますから、女性が運転下手くそっていう場合は、もう、男の人が代われっていうことでいいですかね、そしてもう一つ解決策は、ツイッタね。愛ももねえなこはいそしてきますね 私はうまい。<laughs> 自慢してきましたね。はい、ああ、まちゃんう、ま、うまいね。たまちゃん、運転うまそうだよね。うまいですね<あー> <laughs> はんちゃん、注意はせずにじっと見守る。ああ、まあ、どうしても女性が運転しなければいけないってことでね、僕は変われないってことで、見守るってことでね。まあ、免許は取れてるんでね、運転はできると思いますので。なんか、ひいふみさん、なんか変な質問してるだけますね。はい、<laughs> これは <laughs> あの男の人が運転下手くそな場合ってことですかね、これは、<laughs> これは、は男の人が運転下手くそな場合、女性どう思うかがいいのかな、で女性いないからね、あんまりね、あそかえ女,女性はどう思いますかね、お<あ>男の人が運転下手くそだったら、ちょっともう別れたろうとか思うかな,うなか頼りないとか、か道わからんとか、<laughs> あ道か <laughs> 運転したがらないとか、あうん、道わからないは僕しょっちゅうですよ、まあ、ナビつければいいんだけど、はい、男が運転したがらなくて、お女の人で運転させようとする男とか。 なるほどなはいなんかねタマちゃんに変な質問してねタマちゃんわかりませんって答えますねちょっとこれラジオ聞いてる人じゃないちょっとねツイキャス見てる人じゃないとわかんないんだけどはいちょっとね危険ですこれ答えられませんけどこれはちょっとあそういう意味ですねなるほどやっと意味がわかりましたはいそうなんですよねはいなんか次の質問なんかいますかあ大阪のシロさんうん抜こうとしてこの花 チュルチュルって巻いて奥に通れなくなった時の時なるほど、はい、えとこれあのミキサーからネミキサーヘルケーが来たんだけど鼻毛を抜こうとしたんだけどはい、はい、チュルチュルって言って、ね、あの中にピューっていった場合にどう抜くかっていうね多分これ真面目に答えなくていいんじゃないかなっていう、はい、<laughs> 彼ネタ切れだと思いますねはい <laughs>、はい、あの答えはこれ出ております <laughs> ほっときなさい <laughs> 俺コンビニに行ってピンセット買いに行く <laughs> あ<の>絶対に抜きます、もん。<laughs> なるほど、なるほど。絶対に抜きますね。ああ、なるほどです、ねはい。じゃあそんな感じでね、えー、もう今日、はい、じゃもう、そうそう、この子の締めようかも。じゃあ <laughs> もう、締める。締めます？もう、もうだめだ、メール読もう。今日メールがいっぱい来てるんだ。<laughs> なるほどメール読めって言われる。るじゃあ、ね、とりあえず。 そしてなんかゲスト私じゃないですよね。とりあえず、ひふみさんに帰ろうかな。あっちに座って、ひふみさんよ。はい。で、入れ替えではい。じゃあ、ひふみさん、よろしくお願いします。とりあえず、ひふみさんに行こうか。もう、気付いたそうだからもう。えっとりあえず、こっちにじゃ。 お邪魔します。はい、ななんかね、えー、スナックを作りたいっていう… <laughs> この話ヒグミーさんから。どっか、あれやったらどうですか何なんとか雇われ店長みたいな。いや… 雇われはもういいですそうっすか経験あり働けそうなとかありますよ僕知ってますけどいや経験ある僕の夜のつながりでいやいや経験あるか大丈夫ですかお断りしますありますよ僕の横の夜の黒のつながりで僕が牛乳をやった理由が分かってあ僕が牛乳をやった理由は何ですか乗るまないしミーティングないからああ自由人なんですねそうなんですなるほど協調性がないんですわかりましたメールいきましょうはいもう もう見ち見ての通りですね。緊調性がないね。うん、<laughs> はい。じゃ次、調査いいよ。<laughs> <laughs> は行、い、きますよ。はい、マシャさん、リューティーファミリーの皆さん、お元気ですか。倉敷ののんぺです。ノンペさんいらっしゃい。今日のテーマ、百万円あったら間違いなく暇な時に、うん、沖縄に行ってるかな。だな、うん。マシャ、マャラジオ、うん、リューティーラジオのために二泊三日で行けるだけ使うと思います。 100万円で200、3日は短くないまあ要するに、どうかな100万円使って200、3日をいけるだけ、こ、こ、こま切れにしていくみたいな、仕<ー>で休みの時に。辻ったらなくなるな。辻って何があるんですかね <laughs> <え>辻って何ユーフルランド。ユーフルランドですかはい。はい、えー また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。もう無視するっていうね。暑い日が続くので体調を崩さないように頑張ってくださいね。またメールします。バイミーっていうね。爽やかなメールでした。いいね。なんか辻とか言ってる人いますけどね。爽やかなメールにもブルドーザーに応じたりしていきます。スイッす、盛り上がってる。すいません。超面白い。マックはマウスが逆なのかみたいな。マックは。そうなのマックはマウスが逆です。ダン ビッグワンでズッボン鼻毛抜くやつねあのなんかくっつけてビリてるからそう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 僕はピンセットで抜きますバナナ店長女の人も上手な人いるけど運転した時間によるんじゃないのそうだねこれヒロキックスがお尻って書いてますけど何ですかねこれんお尻じゃあ次いきますねわからないおら今週はラジオネームディスカスだよディスカスさんいらっしゃい 100万円あったら車買い替えるかな、うん、普通に時間もあれば海外旅行だな、うん、ヨーロッパの国々を回れるだけ回るかな、みかち九州、東北と,、うん、ということでね、ヨーロッパなんだなん。なんかあの、あれですね、ディスカスさん、なんかあっち側って感じがしますよね、マヤが。<laughs> いや、ヨーロッパ側ですよね。 いやなんか曲がやっぱりそ曲が好きだからそこにイメージがあるんじゃないですかね。うん、なるほどね。ひいふみさんどっか行きたい国あります？僕？サウジアラビア。<laughs> そのまま行ったら現地にとまって。<laughs> 染まってる。ね。はいよくわかります。<laughs> はいありがとうございます。やっぱり旅行でね旅行でね長距離の人いないね。いや百万たまらんでしょ。 っていうかみんな百万もため貯金と百万ある？僕だったらですねまず貯金をして半分あ五十万貯金してでで時間ない時間なんかなったなんかなった何？うわあ百万半分あ貯金ある貯金あるあまさは百万あるえないないないあるいやひろきああいやあっちないって言ってたよえあおほじゃ自分え何よじゃマイナスって話してたあマイナス？百万引き上げます誰？俺 いよ。マイナスだろマイナスの100万貯金ではいじゃえっとねものまね募集のコーナーに来ましたこれさっきの時間だいぶ押しとったんだなメールのメールの時間がたやばいな今日メールいっぱい来てるものまね募集潰そうかな潰したらちょっとメール読んだほうがいいよなあ私しても結構来てんじゃん一個だけありますねものまね募集ミソニコミスキーさんから台風1号は？ 台風1号のものまで号もう速攻でよ、時間ないから、じゃあ、マジャンオよる台風1号です、どうぞ。皆さんの大切な時間を無駄にしやったんだけど、ヒロキックスがやってから、この音楽がなかったのよ、これ、これ、あのスターしか出せんいからね、はい、次いきますね、はい、松山千春、はい、松山千春、どうぞ。あこれできそうだ。 まご。松山千春で殺されるよ。<laughs> いやいや、本気で言ってマジマジ次行きますね。<はい S 3> 上機嫌の氷室京介。あ、これいきそうだね。シャワーに浴びてくれよ。じゃ。じゃ。早く鳴らせ、やばいやろ <laughs> 早く鳴らせ <laughs>。<laughs> <laughs> ああ。この間が怖いんだよな、本当に。<うん S 3> 次。 エンストしそうなスーパーカブ。あ、これできそうこれノーマルノーマルだマルノーマルうん。ノーマルうん。いじろうぜ。いやいや、ノーマルで。ノーマルで。郵便、郵便、郵便後、株号。郵便ブ号ね。違うな。違う。違う。したハトが飛べないみたいになってるあ、これいける。くしゃみを我慢してるヒップさん。えくしゃみを我慢してるヒップさん。はい。

<laughs> やばい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 マジっすかだろうもうちょっとディス,スがディスカスが長渕のものがね。<laughs> <laughs> あかん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 あんか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 んやんか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 んんかんかんん メールが来てますね、今日は中野町で飲んでます、安心って来てますね、楽しいんだ、きょう、ついゃし来たねいつか飲みに行きたいですね、ううん、チースマシャさん、今日のテーマ、100万円あったら、ナンバーズとかで100万円当たったら、50万円はかなりに上げて、50万は好きに使うって約束になるわけさ、だから50万でしょ、うーん、いいですね、誰えっと、これね、ラジオネーム、僕の先生はジャスティン・ビーバーさんです、チースマシャさんって書いてるところがポイントかな。 おえー、ライブしたいときてますね、沖縄で第一線で活躍しているチューターをバックバンドにしてライブしたい、うん、<laughs> これは金で買おうとしてこ,れこれはね、魂を金,で買う金権力ですね、うん、50, 万50万でできるから、面白かったです、50万でででできききるるるできる ちょっとあのプライドが必要になるとか、ちょっと事務所的にやるか、やるうか。<laughs> 50万で魂売るロックあげるんだ。<laughs> はあ、ロックだな。<laughs> そっかそっか。さすが、ジャスティン・ビーバーさん。感動しました。<laughs> なるほどね。はいまあ、時間ねえな。あと一個い,いけるか。ちょうん、めっちゃメール来てるな。行こ,行こうぜ、行こうぜ。マシャさん、ギャラリーに来てる皆さん。はいよえ スタッフの皆様、DJ マシュワールドの越しの皆様、100ほぉ、東京から世田谷のコーラゼロです。よろしくお願いします。さて、100万円あったら何するか、微妙な金額やな、ラジオのスポンサーやってみたいかな、金額分からんけど、あとは沖縄行く、旅費に当てたいと思います。ヒープーさんにも言われたけど、少しは貯金もしたい。って感じですね。では最後まで、放送縛りをってきてますね。模範回答だね。まあスポンサーって、この番組の。政党派ですね、もう沖縄が好きスポンサーをしたい。まあ

よ。福山雅治さんでガール。死に入いはず。え、いきますよ <laughs>、はい。恋をしてたねが。笑っておくれよが。どんな瞳でが。今は誰を見つめている。 の「ほどに溢れ出してゆく」「何度も抱き合った」「会うたびキスをした」「だけどもいつしか違うから明日見てた」

いやいやもう時間がない後で弾く外で後で弾き語りしようかないや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 乾燥でね乾燥でねあの三連符が入るところ超練習したもねもうちょっとやりたかったんだけどじゃあ次のコーナーシにうさうさウサバスでテテリテテシにうさうさウサバスで来てるかなハンちゃんハンちゃんハンちゃんゼロさんゼロさんいつもハン えっとね、死にうっさうっさバーステップ <music> やばい今日ね、えー、スタジオにデンジャーラス入れますかどうするか次の次の俺のアカウントに来れるからみんな。 アカウントにシーブンタイムはアカウントに超えるから今日ちょっとね読めない止まらんけ放送中の入れるそうだな告知ねちょっとねどうしようかなちょっと告知がね2人いますえっとね2人2人あっちもエコザイルさんと エコザイルさんから。じゃあも、うん、じゃあちょっとね最後で告知のコーナします。メールが。<laughs> コッペパン四日誕生日だったので優しく誕生日おめでとう。うん、コッペパンさん。さあ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 。はいはいはい。ちょっとメールが読む時間を削ってもうじゃあもうで <laughs> 急。急い急いで急いでもう。でじゃはいもうすぐです、ね。はい。えー、っとですね。冬の冬を越えた北海をあの計画してるんですね。うん。 それで、えっと、16日、7月、えー、来る16日に、若さの、えー、ライブバー、時空、19時会場、19時半開演かなということで、うん、えと最初は会費3000円だったんですけど、うん、2500円まで落としてあるので、よですよ <laughs> いいですね。なので、ぜひ来てください <laughs>、はいで。その日はマシャさんもちょっと弾けるということで、約束してくれたので、お願いします。うんうんうん、16日、いつだった ?16、土曜日です。来週。 わはい、はい、かりましたお問い合わせ、もう電話で、はい、あの予約はチケットの予約ですね、ユーサバチャ、はいえー、09090738311、うん、と MC モミ、えー09094957674、うん、と、えー、自分エコザイル0909588。うんえー 七八五七まで電話して予約お願いします。はい。以上です。はい、ありがとうございます。じゃああの皆さんで盛り上げましょうね。はい。じゃあ続きまして新番組のはい。FEC よりお二人はい。お疲さん。来たよ。シーンタイムがなくなっちゃった。はい。はい。じゃあじゃあの番組の皆さんにちょっと自己紹介を。はえとね今日のね今夜。 このあと Dangerous n i g h 1回目の放送が始まります。k y デンジャラス o u s です。面白い番組するんで、ぜひこのまま見ておいてください。お願いします。この中中の格好には特に触れないですけど、1時間番組です。コントは笑いはありです。コンパはないのコンパはない。ごめんな、無茶ぶりして。ごめんな、無茶ぶりして。 半径10メートル以内、男しかいないですそっかそっか、いいですね、いやもう、男、DJ マシュワルドさ、男ばっかりだから、ファンが、そうです、女にモテないっていうね、男に人気があるじゃん、そっかそっか、なんか、どんどんさ、リスナーも来てくれたらいいね、女の子のファン増えてね、モテたいんライブとかよくやってるの そうですね、はい、ライブとかもやってますけど、はい、毎月第3土曜日に、FNS お笑い劇場ということで、うんうん、僕たちの事務所のお笑いライブが、うん、えと那覇市のテンブスホールで、毎月第3土曜日やってるので、ぜひそれも見に来てくださいはいは素晴らしいですね、はい、これ、番組なんですか、金曜日担当みたいな感じということは、木曜日誰とか、水曜日誰とか、そうですね。あ感じであの 全然いいです。金曜日です。金曜日だけ。金曜日だけ。とりあえず聞いてく金曜日だけ聞いてくれたてな。もうめちゃお前らラジオボロ消し落しみたいな。いいよいいよ。それぐらいじゃないとあの一番になれんからな。よっしゃ。じゃあそんな感じ。あと番組何分？一分もない？そっかそっか。そっかそっかじゃああのまあ僕たち有意義にあのこの後使ってたんだけどさ。はは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 。 ちょっとあのー、ほら負け惜しみも言いたくなるからな <laughs> お,おじさんはな <laughs> そんな感じでじゃああのー、まあ俺がいなくても頑張ってくれよれどういうことやねみたいな <laughs>、まあ、とにかく盛り上げてさ、はい、あのファンのと増やして、はいまあ、一緒に盛り上げていきましょうはい,はい、はい、ありがとうございますじゃあそんな感じで DJ マシャルドまだある ?1 分ぐらい 面白いことって <laughs> <laughs> じゃああとはね面白いことはじゃあ取ってってもらうってことね、はい、じゃあそんな感じで DJ マシャワールドお,とお届けしたかったと思ったメール読んでないんだよどうしようあのね DJ マシャワールドねシーブンタイムを僕のアカウントにあのボタン押したらいけるからさあさっき一発ユミーさんがあの出してるとこあったからそこをクリックすると僕のところにいけるになってるんでよろしくお願いしますそれでは DJ マシャワールドはえっと 提供提供,提供 <laughs> さ供さ早今日提供やばいもう提供4万2かも 2> <laughs> 提供はね、えー、今日はね第39回で来週は第40回の放送ですそれでは皆様最後までお付き合いありがとうございましたまた来週 see you next bye bye